い、皆さんこんにちは、真面目な時間がやってまいりました。はい、みーちゃんだけはなかなかねテンション高いですけどね、遠くの方に行って私にコーヒーを入れようとしてくれてます。はい、どうもありがとうございます。本日はですね、実は今ちょっとタイムリーをねこれアップするのはね随分後になっちゃうんじゃないかなと思いますけども、どうしてもテレビなんかで、煽っていること、現実の事情、ロサンゼルス、アメリカ、そんなものの事情を含めた上でね、黒人17歳の少年を、まあ、実はね、なんだ自警団の人が、ジョン・ジマーマンさんかなという人が殺害して、それが無罪になったと、で暴動が起きていると、そういう話ですね。これの現実的な我々がアメリカに住んでいる、まあ、その中でね感じること、これを語ってみたいと思います。だから、実は裏ということでね、今の本当のアメリカの現状をお話ししたいと思います。アメリカだけじゃないし世界かもしれませんね。ということで今回はこれ裏災害対策じゃないな、裏困った時には何なのったら、まあ、とにかくそんな形で行ってみたいと思います。さあ皆さんと一緒に真剣に語りましょう。さあでは裏話です。よろしくどうぞ。裏話ってのはいいかな、これからな。殺害されて無罪になったんですか。ね、最終的に言うとどういうことかっていうと、うん、フロリダの方かな、それである時黒人の男の子が雨の中を一人で傘もささないで歩いてたと、それはジョン・ジマーマンさんがね言うわけですよ。でそれを不審に思ったと、それで警察に通報したと、ね、でそのジョン・ジマーマンさんという人はどういう人かって、まあ、これ無罪になった人なんだけど、自警団を自分でね率先してやってて、将来はやっぱり警察官になりたいという29歳です、結構あれですけどね。それですごく正義感が強くていろんな仕事もしながらやってた人だと。それでアーダコーダしているうちに警察は出動しないまま、そのままなんかお互いが揉み合いになったとね、で黒人は近所の人が助けてくれって声が聞こえたと、まあ、そうこうしているうちに胸に一発銃を受けて黒人の少年17歳が死んでしまったっていうわけなんですよ。それで、当初のうちはねそれについて不問だったんだけど、黒人たちが騒いちゃってとりあえず逮捕して裁判したんだけど無罪になったと、正当防衛ということでね、はい、さあそれでこれはどういうことかというと、マスコミ日本も含めて日本ねのマスコミはどういうふうに言ってるかというと、アメリカは3分の2ぐらいが大騒ぎしてるんだな、あ3分の1ぐらいか、ね、大騒ぎしてる。なぜかというと彼は全く罪がないと、ただ夜中にねフロリダで、コンビニ近くのコンビニに買い物行ってアイスティーとあとなんかお菓子を買って帰っただけだと。でも夜中に17歳の子は、まあそうなんだよね。それで写真はね17歳のことは言うけど、13歳14歳の当時の写真をアップしてることも問題になってるんだけど、すごく可愛らしい雰囲気でね、うん、でまあそんな中ですそういうことをしつつなんだけど、うん、まあその時にいろいろあって揉み合いになったと、うんうん、それでジマーマンさんはいろいろ怪我をしていると、うんうん、だけど相手は死んでしまったと、うん、まあそういう形なんだ。でまあ、じゃあ人種差別で黒人だから撃って、そして白人だから裁判としてあれになったと。で重要なことはですね、うん、ジョン・ジマーマンさん白人じゃなかったね、うん、カラードですね、完全なねヒスパニック系の、うん、フェルトリコ系の顔してましたね。だそこがまず大きなまず報道のミスでして、はい、あともう一つ言うと、まあ、そのフロリダというその場所はねその場所なんだけど、うん、すごく治安が悪いんだよみたいですよね、うん、で俺たちの住んでるカリフォルニアってそんな治安悪くないんだよね。そうかもしれない。でも比べれば、ね、カリフォルニアでさえも夜中にコンビニに歩いていくなんていうことはしないよね、しちゃいけないね、しないしない、これでもしない、絶対しちゃいけない。だからいろんな犯罪が多いとこなんです、そこは、うん、そして手に何か持ってたってのはどうかわからないよ、うん、だけどそれがみんなでゲームをやっててコンビニに一人で歩いて買い物、雨の中傘もささないで2000年で一人でっていうこと自体はありえません、うんね、正直言って俺みたいなごついっていうかねやつが街を歩いてて黒人とすれ違った時、大抵ジャックナイフ持ってますから彼らは、うん、で理由はどういうことかっていうと、ジャックナイフとかそういうの持ってないと危ないから持ってるんです彼らも、うん、で銃持つほどのお金がないでしょ。だから全て何にもないで歩いて、うん、武装してないやつなんてまず存在しないよね、うん、そこが重要なんだよ、うんうん、それで、当然のことながらその17歳の黒人の少年といって写してる写真は13歳ぐらいか14かな、中学生の時にフットボールやった写真で、現実的に17歳の黒人ってどんだけごつくて怖いかって、ね、来てみてくれよ。17歳ってね意外とね、うん、全然大人に見える。全然違うんだよ、全然違う、うん、本当。それでね、助けてくれ助けてくれって言ったっていう話がありますね。で僕らも実際ロスの空港で車を出そうとしたら、やっぱり黒人系のやつとかねヒスパニック系が近づいてきて、ね、車拭いてやるよとか荷物運んでやるよってこう来るんですよ。それで
いいよって言ってもしつこく、うん、俺の誘いを断るのかって言った時に、俺の酒が飲めないよ、そう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 、そう、俺でやった時にね、やつらはナイフとか物を持って助けてくれ助けてくれと叫びながら攻撃していくんだよね。俺経験者だから言うけど、謝りながらこう、まあそれは勝利憲法と一緒にしないでくださいだけどあれは清い正しいね武術ですか、うん、武道ですから。でもね、ほんとそういうもんなんですよ。だからこの僕らが例えばね、よくみんながね、あなた銃買ったのって言うけど、それどうするつもりですか、身を守るために持ってないとまずいんだよね。そうみたい。あのね、やっぱり、うん、あのすごく仲のいい方で、井上さんとかも、うん、すっごく穏やかな在京の人だけど、うん、やっぱりあのトランクには木刀を持ってるって必ずですよ。あのそうでないと、うん、あの世の中ってね、日本が持ってるのって危険じゃないですよね。安全じゃないですよね。安全じゃない。そうだから僕らがね、そのね、じゃあそれを捕まって裁判をして裁判で無罪になったんです。でやっぱり自分の身を守るためには、51州ある中の30州ほどが、うん、正当防衛以上にあの相手を殺しても罪にならないという法律あるん で、うん、でこれどういう法律かって言ったって、本当にそういう部分の多人種がいっぱい来てね、ヒスパニック系が来て、そういう人種なんだ、だからなんだよね、うん、で現実的にロサンゼルスも黒人すごいでしょ今、ギャ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 言って本当に、うん、すごいんだよ。だからそんな状態の中で黒人たちはやっぱり自分たちの不満をそこに政府にぶつけたいというのがあるから、そんなのやるけど、まだ数千人規模って全然少ないんだよ今までに、うん、黒人暴動、ロス暴動の時どのぐらいいたか、韓国人と戦った時ね、黒人がね、だからすごかったんだよ本当に。だからそんな時代考えた時に、なんでこの話をこんな大きくするかってところに今の問題点があると。もちろん今オバマ政権であることとか、そういうことから黒人に対してオバマがなんとか人気を取らなきゃいけないこともあるだろうし、うん、まあ、そういうこともある。ただね、本当に思います、すっごく危険なんです世の中は。危ないね。日本だしそうだよ。例えば変な話だけど、街中歩いてて銃で撃たれたりとか、うん、それこそね、黙って殺されたり、山に連れてって埋められたりっていくらでもあるでしょ。最近さ、外人とかも来てるから本当に。そう皆さん知ってるでしょうけど、お昔っていうかね、ちょい昔ぐらい、ね、新宿の歌舞伎町に全身骨折させられた中国人が捨てられるとかさ、ね、歌舞伎町のどこだっけ、召喚前とか、そんなの当たり前にある国なんですよ、ね、日本も。あの韓国とか中国の人ってね、うん、意外とね、あの開き直って何でもできちゃうから。そう、うん、日本ってさ、ほらこれはやっちゃいけないなとか、いまだに親父狩りだってあるしね、道徳とかあるけど、うん、他の国の人はそうじゃないから、ね、だから日本はどうしてっていうと、それをあっても、あの黙認して認めないでしょ、うん、そういうことをね。だけどアメリカは認めてるんですよ。だから僕らは本当に思うんだけど、何かあった時にやっぱりその自分を守れるものを持ってないと自分たちを守れません、うんうん、だからそこが ね、うん、変な話だけど、あの僕らはうがった見方できませんけど、裁判というものがあって、その裁判で、陪審員がいて、うん、その陪審員の制度に対してどっちが弁護士つけてっていう形で、ね、やったわけですよ。だからもう例えば有名な制度として、あの、うん、昔ね、映画俳優で一人ね、あの奥さんを殺しちゃったって有名なね、裁判 OJ ソーシンプソンの話、うん、であれもね、あの黒人差別だ黒人差別だと言ってね、どういうふうに言った、黒人差別もあります、ただいい弁護士がついて無罪になりました、うん、そしたら弁護士の力で無罪にしたと言ってるんだけど、実は検察側の方がね、それで殴り殺したという手袋、OJ シンプソンの手に入らなかった、うん、で血で縮んだんだろうと、皮は血で縮まない実験もして、結局捏造されるんです。そのために裁判がある。どっちが正しいか正しくないかっていうことは、地方国家である裁判を否定していることになると。で僕らやっぱり黒人の人たち、友達もいっぱいいるし、今は中にいたゴールフィンがいるけど、彼らのコンプレックスっていうパワーはすごいものがあって、それにとってやっぱり自分たちが負けると大きい、あのそういうことをすることも確かだし、それに日本のマスコミはかわいそうにという同調するのが問題なんだね。現実的に僕らはいっぱいいろんなの見てますこの国でね。だけど本当に僕もついこの間、ジャックナイフと対峙したことがあります。そうだね、もう本当、ね、うん、まあ多少でも武術があったからね、自分の中ではね、ある程度やれるなっていう自信あったけど、多少の怪我は覚悟した、うん、どの程度やっていいんだろうか、その時に自分がほんの少しだけ相手をこなしめる程度だと、あの自分はその後絶対やられちゃうから、うん、まず間違いなく動けなくするために、腕一本もらうか、あばらを2本ぐらい折るか、うん、足一本動けなくするためにね、あの本当にあの膝砕くとか、目潰す、最低そこまでですよ。最低そこまでやらないと自分やられるから、必ずどこの国でもそうですよ、うん、もうエジプトでもどこでもそうだったけど、だから僕らが言いたいことは、やらないとやられてしまうためには自分たちはね、だから動物愛護団体の方ね、うん、例えばアフリカケニアの自然動物公園に丸腰で行ってください、ライオンに食われます、簡単な話です、ね、銃で武装しないとダメなんです、
やっぱり我々にはなぜ今そういう中で世界の中でね軍縮とかなされないか考えた時にまだその時期じゃないというのは本当らしいですね。だから軍のリーダー、武器、そういうものをね平和を守るためにリーダーシップを取るのが今アメリカであって、それを世界の国で率先してまず一つの世界にしようというところね。ちょっと厳しい言葉ですけど現実の話なのでお伝えしました。マスコミに騙されないでください。真実はここにあります。さよなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。